ここからは RKK ニュースジャストです。こんばんは。こんばんは。サッカーのロアッソ熊本は J3 への降格が決まりました。それでも予定通りの練習にいつもと変わらずファンやサポーターの姿がありました。熊本に J リーグがあるだけで私はもう誇りだと思うんですよ。いや全然相に変わりはないので応援するだけです。 J2 22チーム中21位で今シーズンを終え、来季からは J リーグの3部 J3 へ降格することが昨日決まったロアッソ。そんな中でも今日の練習を熱心なファンやサポーターが見守りました。辛いというかね、悔しい思いというのがますます湧いてきましたけれども、やっぱり来年ロアッソで残って戦う選手は覚悟を持って必死で戦わないといけないと思いますし、私はその今年の降格した責任をしっかりと悔しさを晴らすために、いいサッカーじゃなくて勝つサッカーを目指すということを意識してやっていきたいというふうに思います。はい。そのロアッソは今日午後、運営会社とともに熊本市へシーズン報告をしました。今の状態からいかに這い上がるか、そして J3 への陥落が決まっていますと、こんなにやっぱし辛い重いものかなというのは、1年で戻って、そしてまた次を J1 を目指すというふうな、そういう覚悟で頑張っていきたいというふうに思います。熊本市は年間730万円余りの支援をしていて、大西市長は J3 へ降格する来期もサポートを続けると正式に伝えました。また試合会場の使用料の減免など年間およそ5000万円相当を支援していた県も継続を表明しています。ロアッソについてはスポーツコーナーでもお伝えします。スポーツコーナー冒頭からもお伝えしましたが、ロアッソは J3 降格となりましたね、吉田さん。はい、ロアッソが J リーグに参入してずっと J2 の舞台で戦っていまして、その降格っていうのは初めてのことですので、やっぱりチームができてから、はい、その地域リーグ JFL、J2 ってきて、我々としては上がっていくロアッソを伝えてきたはずなんですけど、はい、落ちるって初めて伝えることですよね。ですよね。ですのでぜひ来シーズン巻き返してほしいなという願いを込めてお送りしたいと思います。今シーズンロアッソが低迷した要因はどこにあったのか、サッカー解説者の視点で振り返ります。なぜ、2年連続でね、このような立ち位置になったのか、追記していかなきゃいけない。昨シーズンは22チーム中21位、J3 降格圏ながらライセンスの関係で J2 に残留して迎えた今シーズン、開幕から11試合を終えて J1 参入プレーオフ圏の6位につけ、序盤こそ好調でしたが、5月下旬から13試合連続勝利なしとクラブ史上ワーストを記録するなど成績は下降していきます。最終成績は昨シーズンと同じ21位。来シーズンはJ3 から2チームが J2 に昇格することが確定し、ロアッソは J3 に降格することが決まりました。ロアッソ OB でホームゲームの中継で解説を務めた松岡康信さんはチームの印象を次のように話します。ちょっともどかしいなという、得点は取れてるのにそれ以上の失点が加算で、ゲームとしては落としてしまう。ロアッソはチャンスメーカーの田中達也や皆川雄介、アンビョンジュンの J2 屈指の2トップを擁して50得点と22チーム中10番目に多いゴール数を記録した一方で、失点数はリーグワーストの79。無失点にしのいだ試合は全42試合のうちわずか4試合だけでした。失点がかさんだ要因の一つには守備のレギュラーメンバーを固定できなかったことが挙げられるといいます。ロアッソはディフェンダーが3人の3バックを用いましたが、同じ3人が起用されたのはシーズン序盤の7試合連続が最長。メンバーが入れ替わることでコミュニケーション不足に陥っていたのではないかと見ています。選手が変わればもう本当にまっさらな状態で、なかなかその安心感だったり安定感、選手間の信頼関係っていうのを最終ライン中心に、気づけないようでは、失点をなかなか抑えられない。また松岡さんはかつて自身が在籍した頃のロアッソと比較しながら
2つのポイントを指摘しました。1つは夏場にホームアドバンテージを生かせなかったこと。一時期、僕がいた時なんかでは、走り込みっていうのもある程度厳しくやっていたシーズンもありますし、すごく暑い地域でもあるので、夏逆に強さを示せるチームだと思うんですけど、そこでなかなか盛り返せなかったっていうのは、体力的な部分も一つはあると思いますね。もう一つはフィールドプレーヤーにリーダーがいなかったこと。選手の主体性に物足りなさを感じていました。ピッチで表現するのは選手ですので、それを練習の時から、選手たち自身が本当に主導的に、コミュニケーションを取り合って、時には意見が違えば喧嘩気味になってもいいと思うんですよね。周りの先輩方がもうそういう気質の方多くいたので、例えば前線の選手が守備のスイッチを入れない時には後ろからもう押し出すように行けよ行けよって、体力的にきつくても鼓舞している声があったりだとか、フィールドプレーヤーがですね、ぶつかり合うっていう、それも日頃からやり合うっていうのが、さらに大事になってくるんじゃないかなと思います。続いてサッカー J2 です。降格圏の21位でシーズンを終えたロアッソ、降格か残留か J3 の結果待ちとなっていましたが、昨日の試合で鹿児島が沼津を下し、 J2 昇格圏の2位以内を確定させたため、ロアッソの J3 降格が決定しました。今日熊本市役所で行われたシーズンの結果報告、選手やスタッフはチーム一丸となって J2 復帰を目指すことを誓いました。熊本市役所を訪れたのはロアッソ熊本の運営会社アスリートクラブ熊本の永田元社長や渋谷博樹監督、それにキャプテンの佐藤明弘選手など合わせて6人です。不甲斐ないシーズンで J3 降格という形で、県民の皆様、もちろん熊本市の皆様含めて、本当にこう残念な、結果を見せてしまったこと、本当に勝利をあまり届けられなかったことに関し、本当に申し訳ない気持ちですし、本当に勝ちにこだわって、とにかく昇格っていうことを目標に、全員で一丸となって戦っていきますので、変わらぬご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。1年間ありがとうございました。いい時ばっかりじゃやっぱないですもんね。何の世界でもそうだと思います。でこの状態を是としないということ、そして、今の状態からいかに、這い上がるか、そして、次に向かって勝利に向かうかっていうのは、熊本の人たちが本当に熊本自身で、ある意味本当に経験したことのないようなですね、苦しみを味わって、みんな今2年7ヶ月でですね、少しずつ少しずつこう、元気を取り戻してきたわけです。本当に温かいサポーターの皆さんが、どんなに厳しい状況になっても、応援するっていうふうにですね、言ってくださる人が本当にたくさんいらっしゃるということを胸にですね、ぜひまた来シーズンですね、全力で頑張っていただきたいというふうに思います。大西市長も言ってましたけど、ここからいかに這い上がるか、ますます県民の力が必要になりそうですね。最終戦のようなゲームをね、毎回やってくれると、そうですね、きっと上がりますよ。はい、踏ん張りをまた見せてほしいです。11シーズン連続で J2 で戦ったロアッソ、来シーズンは初の J3 での戦いとなります。2位以内に入れば1年で J2 に復帰できます。復帰目指して頑張ってほしいです。ここからはスポーツのニュースです。はい、まずはサッカーのロアッソ熊本です。昨日 J2 の資格を持つ J3 のチームが昇格を確定させたため、ロアッソは入れ替わる形で J3 への降格が決まりました。 J2 復帰に向けてチームの立て直しが大きな課題となります。 J3 への降格が決まって一夜、熱心なサポーターが見守る中、ロアッソは今日も朝から全体練習を行っています。 J3 降格圏の21位で J2 11年目の今シーズンを終えていたロアッソ、昨日 J3 の上位2チームに
J2 のライセンスを持つチームが入ることが確定し、初めて J3 に降格することが決まりました。ロアッソの降格にサポーターやファンは。昨日ですね、ちょっと決まっちゃいましたね。ですね。まあ、でも1年で復帰してくれるのは、はい、そうですね。どのカテゴリーにでもね、応援するだけなので、愛に変わりはありません。ロアッソご存知ですか。はい、J3 かなんかに落ちたですね、はい、残念ですね。はい、やっぱり来年戻ってきてほしいです。あ、来年 J2 に、はい、その最後の試合息子は見に行ってます。あ、残念だなと思います。頑張ってほしいですね。来シーズンも続投する渋谷博樹監督は、来季は J3 という過酷で厳しい、戦いが待ってます。今年以上に多分待ってると思います。皆さんと共にとにかく来季 J3 を戦っていきますので、ぜひとも、変わらぬまた今年以上に、ご声援をいただきたいというふうに私の願いです。ロアッソは全体練習をあさってまで行い、来シーズンの新体制を年明けの1月半ばにも発表する見通しです。そのロアッソですが、契約満了などでディフェンダーの園田拓也など9人の選手が退団することがすでに決まっています。で、今シーズンの全体練習、まあさってまでということなんですが、その終了と前後しまして新体制の整備に向けた動きが本格すると見られています。いや、これ例えば今日のトレーニングの練習場に来るような熱心なファンの方たちは、はい、J3 でも応援すると思うんですよ、はい、ただロアッソというチームは笑顔健康スタジアムを真っ赤に染めたい、うん、3万人を集めたいっていう夢を持っているので、うん、そのためにはやっぱり結果も問われると思うので、ぜひ期待しています。さて、次は昨日 J3 への降格が決まってしまったロアッソ熊本です。内原さん、お願いします。降格決定から一夜、ロアッソが全体練習に臨んでいます。選手や監督、サポーターの思いは、今シーズンの戦いを J3 降格圏の21位で終えたロアッソ熊本。 J2 クラブライセンスを持っていない沼津が J3 の2位以内に入れば、 J3 からの昇格チームが2チームから1チームになり、ロアッソが J2 に残留することができる状況でしたが、昨日沼津が敗れたためロアッソの残留が消滅、 J3 降格が決まりました。降格決定から一夜、ロアッソは今日全体練習に臨み、およそ1時間体を動かしました。様子を見つめていたサポーターは、彼らのプロとしての自覚でしょうね。バーに当たろうが横にずれようが、あとちょっと入らないのはあんたたちの練習不足体というところだけですよ、やっぱし、うん、下はないんで、ここからまた J2J1 と上がっていってほしいですね。まあ、それが、まあ、県民にとっての願いでもあるしですね。やっぱり残念ですけど、どのカテゴリーになっても私たちは応援は続けます。ここまで築き上げたものを、まあ、私の監督として、やった時に、降格させてしまったことに対して、お詫び申し上げます。すいませんでした。昇格が絶対条件になりますので、それはもう、勝負にこだわって、結果をとにかく求めるサッカーをするしかないと思うので、まあ、いいサッカーじゃなくて勝つサッカーを目指すということを意識してやっていきたいというふうに思います。 J2 から落ちた、熊本が、ね、J3 で勝って当たり前って今度見られると思うんですけれども、相当の覚悟を持って強い気持ちを持って練習から僕たちが必死でやらないと、そんな簡単に勝てないと思うんで、まあ、まずは本当にできることっていうのを一つ一つしっかりやっていくしかないと思ってます。2005年に発足したロアッソ熊本なんですが、2008年に J2 昇格を果たしまして、2010年にはシーズン7位の好成績を収めるなど活躍を続けてきました。しかし今シーズンは13試合連続で勝ち星を挙げられないなど中盤から低迷し、最終成績は21位の降格圏。昨日 J3 降格が決まりました。
この悔しさを忘れることなく1年で J2 復帰を果たしてほしいと思います。